マルセリーヌ・ロリダン・イベンスは、フランスの女優、映画監督。マルセリーヌ・ロリダン名義で、ヌーベルバーグの代表作の一つ、ある夏の記録に主演していることで知られる。1928年3月19日、フランスの傍受権の県庁所在地エピナルで、1919年に、フランスに移住した、ユダヤ系ポーランド人の両親のもとに、マルセリーヌ・ローゼンベルクとして生まれる。 第二次世界大戦の初めに、一家で、牧竜図圏に移り住み、そこで彼女は、レジスタンス運動に参加する。父と共に、ゲシュタポに捕らえられ、1944年3月に、アウシュビッツビルケナウ強制収容所に送られ、次に、ベルゲンベルゼン強制収容所に送られ、ついには、テレージエンシュタット強制収容所へ送られ、そこで彼女は、1945年5月の、 収容所解放により自由を回復する。1960年、32歳の夏、ジャンル・ウシュとエドガール・モランが共同監督したドキュメンタリー映画、ある夏の記録にマルセリーヌ・ロリダン名義で主演、一躍知られるようになる。ドキュメンタリー映画監督のヨリスイベンストであって、結婚、ヨリスと共に、ドキュメンタリー集団を結成し、コモン・ユーコン・ディプラス・サレ・マンタニアなどいくつかの作品で、 共同監督及び共同脚本を手掛けた。1989年6月28日、51歳の時に夫よりすと死別。夫の遺作、風の物語には共同で脚本を執筆した。2003年、アヌークエーメを主演にした長編劇映画、ラプティープレイリオブーロを単独で演出している。同作は、 自身の収容所での経験にとてもインスパイアされている。タイトルはポーランド語、ブリシンカの意味のフランス語訳で、この語をドイツ語化すると、ビルケナウ・ビルケナウとなる。脚本を、女優のジャンヌモロー、ヨリスの監督作、レパープライセフーセルズで脚本の共同作業をした、ジャンピエールセルジャンラと共に執筆した。フィルムメーカーローリードン・アイボンス、アウシュビッツ・コンパニオン・オブ、シモン・ベール、ダイズ、 フランス 24HTTPS www.france24.com EN2018 万919フィルムメーカーローリードン・アイボンスワウッシュビッツ・コンパニオンシモン・ベール・ダイズ2018年9月21日閲覧よりベンスとドキュメンタリーの発展を参照ありがとうございます